どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画は、おい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 、新生うららシステムって何よという動画になっております。動画の内容としては、ルームマッチを見せて、あとはね、それについて解説していきます。で、今回このうららシステムの新しいバージョンが出てて、動画にするか迷ったんですよ。一応まあ自分が、のっちん TV がね動画化すると、まあそれでね広まる可能性もあるということで、ちょっとまあ動画化を迷っていました。でなんですけど、まあ、今回ね、ルームマッチとか結構やっていくと、この新生のうららシステムっていうのが結構マッチングするんで、その対策法とかね、まあ、実際のメリットとかあんのか、デメリットはどうなんだっていうところも解説します。で一応ね、うららシステムっていうので、新生と言ってるのが、昔ね、別のうららシステムみたいのがありました。で、それは、なんかね、ガセネタに動画化するのに飛びついた人が動画化して、実際ガセだったんですけども、今回の新生うららシステムは一応効果があるということでね、対策も含め動画やっていきたいと思います。はい、で、まずはちょっとね、リプレイ見ていきます。ルームマッチ、今回まあ、結構やったんですけども、3回以上のうららシステムに当たったりして、あったので動画化してます。はい、で私はゴールドシップ出してます。他がね、まあ、うららちゃんとかいて、最初のレースの場合8番かな、うららちゃんになってます。8番じゃないね、5番ですね今回は。はい、はい、で今回ライブラハイルールです。はい、こういうふうに緑スキル俺のゴールシャー出てるんですけど、まずちょっと見ながら説明すると、今うららちゃんがここにいます。5番ですね。でこのうららちゃんが、逃げで出走してるんですけども、そこからどんどん下がっていくことによって全員がポジションキープというね、スローなペースにされます。ちょっと見ていきましょう。これさ、みんなさこう加速してない感がすごいから、ちょっと見てってほしい。ここで上がってきたがゴルシが出している。で一応ですね、ウマ娘ってまあそのスキルとかね、加速とか出ると全員形勢になります。なんですけどこのシステム使うとみんながもう全員形勢にならないんです。すごい遅く走ってるように見えない？これで、あとはね、まあちょっとね客室とかが意味わからんくなって、なんかね差しとかでもめっちゃ前にいるやつとかがいる。追い込みとかでもこの後解説するんだけど、まあ、こう見てるだけでも結構なんかほら、おっせえくない？おっせえくない？これが一応まずうららシステム、まず見ていくとこんな感じです。もうみんながもうスローで走って、で耐震だけ意味わかんないところにね俺のゴロシは今8から上がってってる。ほらこの耐震の位置が意味わかんないよね。3番1番ライスちゃんはまあまあまあわかりはするんだ。この耐震たちよやばいよなこれな。こっから影ね、こっから影やばいねこの大臣で。5番がうららちゃんです。一応こんなことになってしまう、やめてくれ。でこっからもう迫る影やったらそりゃさ強えよ。はい、俺の殺しも一応ねこうね詰めていくんですけど、まあ耐震勝ちますねこれは。はい、でまずはちょっと一旦ねレースを見ていただきました。まあ一応ねこの出してる人がどうこうとかじゃなくて、まずシステムとしてはこの逃げで、まずねうららちゃんが長距離的性がないんで落ちていくっていうところがまあ見れたと思います。最悪のパターンだとここにデバフを積みます。はい、でまあとりあえず解説いきたいと思います。はい、ということでね、まずはじめに新生うららシステムって何なのよというのを解説します。前のガセネタ動画で上がってたやつはうららちゃん入れてなんか縦長にしてなんかその前がすげえ馬群を詰まらせることによって、その客室でのね、あれを詰まらせるのが前のだったんですけども、今回シンセロラシステムは詰まらせるとかじゃないんで、なんかねちょっと有効なんでマジでね微妙です。でまず説明すると、今回ライブラ杯菊花賞ルールの場合、スタートから 1250m、 最初の 1250m はポジションキープ期間というふうに言います。ポジションキープ内では一応ですね、その客室とかの、その隊列とかね順番をその再現するために、ペースダウンモードになったりとかね、そういう、まあスローなペースの区間があります。この区間ではまず前提として先頭を走る馬娘、これが基準馬娘みたくなります。でこれが普通の逃げとかにが基準になります。で、ここのカッコちょっと一旦飛ばしてもらって、で基準になる馬娘、これがまあ普通だと逃げ馬娘が一番先頭で基準になります。でそれに近づきすぎるとペースダウンモードという風に入って、まあちょっとなんかさ、先行とかがめちゃくちゃ前序盤で行き過ぎるとブワーって戻される逆噴射と呼ばれるものがあったんですけども、それが起きるようにペースダウンモードに強制的にさせられるというものがあります。でここ余談なんですけども、今ねライブラ杯で逃げがいない時に先行が強いっていうのがあります。先行が逃げなしの時強い、これは先行の速さで先頭の基準馬娘になれる、まあ、逃げのような挙動をする先行っていうのができるので、その速さでいける先行は強いっていうのが格好書きであります。でここで覚えてほしいのは、一応ポジションキープっていうのが最初の方あって、それは先頭の馬娘が基準になります。でその基準馬娘より前行っちゃうとペースダウンモードっていう風になって遅くなるということです。はい、で何なのよシンセロラシステムをやっていきます。で今見たく長距離が G である逃げでうららちゃん、こういう風にね逃げでうららちゃん入れると、まず逃げいなかった場合、さっきもいなかったんですけども、うららちゃんが基準馬娘になります。でそれが先頭の基準なので、それより後ろにいる前にいる馬娘とかね、まあ、それは全部ペースダウンモードになります。なんですがうららちゃんはすぐにね、長距離 G だから下がってしまうので、全員がペースダウンモードになります。全員強制ペースダウンモード見たくなって、まあ、さっきのレースで言ってたことなんですけども、全員がこのペースダウンモードに入れられて、まあ、全員形成に全くならず、まあ、水の中で走ってるみたいな、そういう感じのイメージで捉えていただけるといいです。なんでみんなが強制的に遅くなるっていうのがこのシンセロラシステムです。その結果ポジションキープ区間っていうところでの、客室ね、本当はその前からその順番に並んだりね、追い抜きとかちょっとあるけども、一定のね順位をキープするんですけども、それがめちゃくちゃになっています。でさっきのレースでそれが見れたのが、大臣がめっちゃ前にいるとかね、そういうところ、これが一応ね今回のシンセロラシステムのまず触りとなります。で、うららちゃんはねすぐ下がってしまってペースダウンになるっていうとこ同じなんですけども、最終的に、その結果意味わからん位置にいる、まあ、追い込みとか差しが勝ちます。今だと大臣がめっちゃ前にいて、そのまま、迫る陰で勝っていったっていうことです。はい、で今回の動画ではこれの対策についても述べます。で今回はそのポジションキープ区間っていうところで、その全員がペースダウンされているってことが原因でした。なんで一応これ対策もすることができて、対策するにはそのポジションキープ区間っていうところで発動できる、速度スキルを入れる、それがまあ一応まず1つ目の対策です。で例えばそれがまあ10万馬力今100万馬力という金スキルが出た差しのスキル、これは坂道が、序盤にあるので、そこで速度が出るとポジションキープを打ち消せるので強いです。なんで一応ねこのシンセロラシステムプラス10万馬力差しで使って、もうそのまま勝っていくっていうのが一応ありました。であとは何々直線、こういうのを入れることでも一応今回打ち消せます。これは一応ランダムで直線で発動するものなんで、最初の方でランダムに出ればそのねうららシステムのポジションキープのね、ペースダウンを打ち消せます。であと青春速も最初に出た場合で、あと上がってきたペースアップに関しても、これも追い抜きが序盤に出た場合で、あとスリップストリームも最初に発動した場合とか、いろいろあるんですけども、その速度を最初の方で出せば一応打ち消せます。なんでここね、ここを押さえてほしいんですけども、ポジションキープ区間で速度スキルを発動させることができればそれを打ち消せるので、まず対策としてはその最初の方に出る速度スキルを入れるっていうことがあります。はい、であとはこのシンセロラシステム最初の始まりみたいのは、このね成田大臣のネームレル獅子、これを潰すっていうために最初ね編み出されたようです。でこの眠れる獅子なんですけども、このねレース中盤に足をためて疲れにくくなるっていうゲーム内の表記なんですけども、プラスして順位の条件があって、それがここに書いてある通りです。全馬娘の距離の 75% より後ろにいることというね、後ろにいる条件も実はこのスクリーンにはあります。これ一応分かりやすく言い換えると、1番手から9番手の全馬娘ね、ここからここまでの距離があります。で例えばうららシステムでこれがうららちゃんです。そうすると、まず 75% より後ろにいるっていう条件があるんで、まあ、大体でいうとここら辺が 75% ですよね、この全馬娘の距離。それより後ろにいないと出ないので、ここら辺にいるね大神のこの眠れる獅子を潰すっていう効果もあります。はい、であともっとね対策があるんですけども、これの対策としては逃げを出すということです。まず普通の逃げ馬がいればそのうららちゃんがね下がるけども、他の逃げ馬が普通のそのねポジションにいることで正常なレース運びになるので、まず逃げが出た場合うららシステム今回のやつは、機能しません。でもう1個がさっき言ったように最初の方で発動する速度スキル、ポジションキープ区間内で序盤の方で出るスキル、速度のスキルを入れれば対策できます。はい、なんでね一応これまとめここで言うんですけども、新生うららシステムね、まあノーラルームマッチでも結構見かけたんで今回動画にしたんですけども、まず意味的には眠れる師匠を潰すと、あとはねちょっと客室とかもう意味わからんくして全員ポジキープにして、もうごちゃごちゃにするっていう効果があります。ただし新生うららシステムにはデメリットがあります。でさっき言った通り逃げが出せば普通に潰れます、効果なくなります。なんでここに一応書き忘れたんですけども、まあ、逃げ入れることっていうことね、これひらがなで書きますけど逃げを入れること、ここに逃げ入れれば、まあ、まずねもう意味なくなります。であとは新生うららシステムやる場合うららちゃん入れるのでエースとか入れる枠が1枠なくなります。だから実質2人で戦うことになるからメリットは実際薄いと思っています。でプラスしてこの後ルームマッチ見せるんですけども、やったとしても勝てるわけではないです。まあぐちゃぐちゃにはなるんですが、別にだからといって出したやつが勝てるとかそういうわけではないんで、まあここら辺はね、まあ皆さんの判断にお任せしますが、まああんまやる意味はないかなとは思っています。やる意味は一応この大神の眠れる獅子を潰せるってあると思うんですけども、まあなかなかね難しいんですけど、ただ結構ルームマッチで見たので今回は動画にしております。はい、ということで一応文字のまとめここでやりたいと思うんですけども、こんな感じプラス逃げ出したらもう意味ないっていうのがありつつ、まあ、このシステムは運営さんがこれを意図してね、まあそのポジションキープとかを徹底したわけではないと思うので、まあ、何らかの修正がある可能性もあるかもしれません。もうめちゃくちゃ流行りすぎて「やねんこのゲーム」ってなったらちょっとねなんか。例えば長距離 G で出せないようにするとかよくわかんないけど、まあ対策とかもあるかもしれません。ただまあ一応ゲームのねレース部分を全部いじんないとダメになったりすると難しいので、対策あるかどうかは分かりませんけども、まあこんな感じになっております。はい、ということで一応ね他の2レースも一応見ていきたいと思います。はい、いやマジでねルームマッチやったらマジでいろいろ当たったからさ、今回はね、まあ俺は絶対新生うららシステムめっちゃ効果があったとしてもやらないです。プラスもう打ち破れる馬娘を作って粉砕します。もしこのね逃げうららシステムがめっちゃ流行ったとしても。ちなみに俺のゴルシこんな感じです。一応これ長距離 S があったらマジで完璧だなとか思っていたんですけども、まああとはねちょっとね長距離がもらえなかったんですけども、結構もうまあまあいい感じ、スキルが多いです。まあ20丸20丸外枠なんで、一応これ長距離 S ないけど多分この緑1個分が長距離に打ち消されてちょっとねなんかね満足いかない感じになってます。まあ、スキルは多いと思います。はい、で今回もこれで逃げうららちゃんがいるんですけど、このレースはね勝たないかもしれない。ちょっと挙動見ていくわ。で一応今回紹介してるのは、まあ、メタっつうか、まあ、これのおかげで逃げがちょっとさ出すかもなっていう風になるじゃん。だからこれ100万馬力積んでんじゃんこれもマジ狙ってる。ただこれ人を叩かないでください。俺はこの罪を憎んで人を憎まずなんで、まあまあまあルームマッチで会った人は、まあ、実際決勝で出すのか知らんけど、これに勝てる馬娘を俺は仕上げるだけなんで。はい、こんな感じでね、ウラルちゃんが逃げていきます。まあちょっと見ていこう。で、あとまあゴルシ勝つかどうかは結構さ、固有出るかにもよる。でもこのウラルちゃんは頑張ってるからさ、結構通常挙動じゃん。100万馬力で大使ね、ただね、こうね、まあ前すぎる。結構さ、このもう意味わからんくなってさなかなか難しいんよ。あで、この長距離直線とかが早めに出ればポジキーパー打ち消せる。これ今回ブロックされてるけどね、ブロックされすぎなんだよな。さあ見ていくか。今回は多分、まあ、耐震にとってメリットになったかな。これはあと俺回復出てない気するわ。それでも負けるからな今回は。マエストロ出たな。後ろすぎんよ。はい、でこっからね、今回うららちゃんがめっちゃ後ろに行くあれじゃなかったけども、うららちゃん入りのねレース、新刊出んのはいいけどね。で俺の勝ちパターンはこっから外振って独占一騎なんですけど、直騎が出ないんだっけな。でもみんなこれすごいさ、遅いやん。さあどうなる。結局マヨントップガンとスーパークリーク前、まああんまり変わんないかな。直帰出た、いけるか。そう、ただもううららちゃんがここでもうさ、どんどんさ勝っていっちゃうからさ、有馬記念俺勝ったんだけどさ、悲しいよな。これ長距離を高めてエイト会場にしたられちゃうんだったらさ、本当に勝たせる気あんのいいけどさ、これは本当悲しくなるからさ、やめろっつって、うおー、この裏らしいつでもぶち破れゴルシ、全てはゴルシが解決する。ざけんじゃねえ、おらー。はい、こんな感じになりました。ちなみに、ゴール氏が普通に勝ちましたと。超 S ね、まあこんな感じなんだけど、今回これ超 S だったら咎めれたかな。これそんな感じです。まあ一応ね、うららちゃんがこういてね、なっております。まあ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 個人叩きをするんじゃなくて、まあこういうのがあるってことをね、ちょっとね見てください。で最後のレース見ます。これもうららちゃんがいた。マジで乗られるマッチ、めちゃくちゃいるってわけじゃないけど、なんかいるんだよね、うららちゃんが。だから一応なんかこれでメタがさ、まあ一応逃げ出す目が増えて、じゃあそのケアで逃げ出すかっつう考えが一応あって、少しだけメタが回る要因になるからさ、取り上げざるを得なかった。あとちょっと見かける率が高いから。はい、ミドル20丸。最後のレースが一番分かりやすいかも。ちょっとゆっくり見ていくね。でこれが8番かな、うららちゃん。下校出た。多分俺は下校と1個出れば回復足ります。下校だけでも足りるかも。でこれが特にね今回で分かりやすいんだけど、うららちゃん逃げなんですけど後ろにいます。ここね8。そうするとみんなもうさ、ほらみんなゆっくり話してるっしょ、立ってるでしょ。これなんすよ、すっげえスローみたい。重てんだ体が、すごいことになってるでしょこの隊列。あーやめてくれ。しかもこのゴルシの位置を前にいる、すごいことになって、これゴルシここにいるんだぜ。一番前かよ先頭ゴルシがおるんよ。むちゃくちゃになってることはこれで分かったと思う。先頭ゴルシだもん。でここら辺からはもうポジキープ外れてます。さっきのレースでちょっとまあ後ろの方はもうポジキープ外れてますけど、これ見てくれこの馬群、やばすぎるでしょうららちゃん。これもうやばいよないやもうこれは打ち破る。俺直線取ります、直線丸、まあ、そういう風に言ったけどこのスキルはまったくいいか。こういうことなんだよ。うららちゃんを出そうが俺の危険の使命がな。生きるんや。うお緑20丸で分からして行く。はい、ということでね、まあうららちゃん入れられるとまあちょっとよく分からんくなるけど、レースがまあまあまあ勝てます。だからそこに1枠割いてきてもおいら負けないよということとなっております。なんで一応ね、例えばだけどちょっと迫る影に頼らない耐震っていうのが逆に増えてきているかも。裏らシステムやられたら出ないっていうことね。このね眠れる獅子潰しっていう効果があるので、まあ、耐震が結構眠れる獅子持ってないことが今回メタでね、メタちょっとだけ回って増えてきたかもしれないです。この人が別に裏らを出してるわけじゃないんですけども、その対策としてこんな感じになっています。であとはですね、まあ、ここら辺のゴルシュとか超 S1200 とかなんですけども、まあまあまあ、緑の、スキルと曇りで分からしていたって感じですね。いやーマジで今回ね、まあ、眠れる獅子がちょっと取りにくくなったのはもともと別に裏らシステムなくても、結構で前行っちゃうことがあるのであったんですけども、それで潰れましたと。保持キープは本当ねぐちゃぐちゃになるだけでもあるので、まあ直線とかさっきね紹介したスキルでも一応ケアはできます。であとはねうららちゃん入れるデメリットを再度言うんですけども、1枠をうららちゃんに使ってそれでやっていくのは結構実質厳しいと思います。まあ2枠だけになるので、だったら普通に強い馬娘3人か、あとデバフ普通に入れるとかね、そんな感じでもいいかとは思います。なんでこれ分かるのはやったとしてもね、まあ、勝てるわけではないということを最後このリプレイでお見せしました。ということで今回は、新生うららシステムって何なのという動画でした。まあ一応対策もあったりするので、まあ、皆さん注意してください。まあ、やることとは、まあ、もし出したとしてね、まあ別にゲーム内でできることだからっていうのはあるとは思うので、別に俺は絶対やるなとは言いませんが、まあ、そんなメリット、まあ、デメリット面も多いですよということを今回は言いたかったです。ということでのっちん TV でした、今後もですね勝てる攻略動画、上げていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。